はい、こんにちは、カツオです。今回はですね、こちらサドルですね。カチカチのサドルを購入いたしまして、シートポストにもね、無事に着きましたので乗ってまいりました。で、私がね普段使ってるやつはこちらスペシャライズのミラーサドルでございますね。まあ、サドルで行くとまあほぼ最高峰というやつでございます。ラグジュアリー、クッション性もね、これが非常にね良いと言われてまして、私始めてから結構お尻の痛みに悩まされまして、これをね購入して2年ぐらいになりますかね、快適にね、使っております。ただですね、カステリのビブショーツを導入いたしましてね、冬用なんですけれども、結構ね滑る感じがあったんですね。特にヒルクライムで乗ってる時に滑るので、ちょっとどうなのかなと思って、表面がね劣化してきたのかなと思って、でいろいろねサドルを試していく中で、いわゆる闇商品でもないと思うんですけれども、某アリエクスプレスというサイトで激安のサドルを見つけまして、これがですね1750円ぐらいで購入いたしました。安いしついでだし、なんか買っとこうかなと思って買ってみたらですね、意外と物としてはね悪くない感じでございます。カーボンレールになってまして、このレールもね全然なんか問題なくしっかりしているような感じでございます。穴もちゃんと開いてて、前立腺のところがね当たらないようになってるんですけれどもね。で、両サイドともにメモリがついてあって、どのあたりね取り付けしようかとか微調整とかもね結構分かりやすい感じでございます。これが1700円と、あんまりね正直期待はしてなかったんですけれども、乗ってまいりました。で、こちらが税込み5万5000円でございます。2つの価格差がですね31倍ございます。ただね、重量で見ますとね、ミラーサドルが 205g でした。こちらの方が 96g なので、重さも2倍以上ね、違います。それからね、シートポストも以前ちょっとご紹介しましたけれども、シートポストも相当軽量でございますね。で、こちらがもともとキャニオンについてたシートポストなんですけれども、これまあ2つ合わせてですね、200g ぐらいね、軽くなったんですね。それがね乗り心地にどこまでどう影響するかっていうのはちょっとわからないんですけれども、先ほどね乗ってまいりまして、私ロードバイクはいつもリビングの2階にね、置いてるんですけど、階段をね持って降りるときに 200g 軽くなるとね、ちょっと持ち運びが非常に楽で軽量感はございました。で、これねどっちがいいのかっていうねお話をねしていこうと思うんですけれども、まだね長距離乗ったわけじゃないのでわかんないですけれども、まあ、20キロ弱ちょっと乗ってまいりまして、これまあ結論から言うと、別にね全然お尻の痛みは発生しませんでした。まあ、長い距離をね乗るとひょっとしたら痛くなるのかもしれないですけど、ポジションがねしっかり出てる方はこっちちょっとね試してみられても、いいかもしれないです。特にね、ヒルクライムレースとかそんなにね距離を長く乗らない方なんかにおかれては、一回試しに行かれてみても悪くないかもしれないです。こういうねカチカチのカーボンサドルっていうのは、まあ、いろんなところからね出ているようでございます。まあ、高いやつだったらね多分ね 70g 台くらいのがあったかもしれないですね。5、6万だったような気もしますけれども、まあ、そこまででもないという方は、まあ、Amazon とか某アリエクサイトでお試しになられるのも悪くないかもしれないです。まあ、ロードバイクのね楽しみは速く走るっていうのもありますけれども、いろんなねギアを交換していろんなね乗り心地を確かめていくっていうのもね、あっていいんじゃないかと思いますので、そういう意味で気になる方はねちょっとチャレンジしてみられてもよろしいんじゃないかと思います。結構ね曲線美もいい感じでございますよ。この辺のね収まりとかもね結構悪くない感じでございました。はい。で、一方でね、まあこれはですねやっぱりロングとかで非常に疲れた時にいいラグジュアリーな効果を発揮してくれると思います。まあ、ある人が言うにはね、ハンモックにぶら下がっているようだというふうなね、表現される方もいらっしゃるんですけれども、で、2年ね、使ってますけどね、全然別にへたり感はないように思いますね。でね、カステルのね、冬用のジャージだと、ここがね、滑って、いまいちだったんですけど、また別のね、ビブに履き替えますと、滑りがほとんどないので、あ、これでまあいけるのかと思って、多少ね、やっぱりビブとの相性がね、あって、たりするんじゃないかと思います。まあ、若干ねその重たい部分はね、重たいって言っても 205g なのでね、世の中のサドルでいくとそんなにね重い部類ではないような気はいたしますけれども、やっぱり非常にフィットしててよろしゅうございます。ただね5万5000円なんで、ママチャリがね買えてしまうぐらいのお値段なんですけど、まあずっと使おうと思ったらねいいのかなという気はいたしますね。で、スペシャルのサドルはね、ここにネジ穴が開いてあるので、こういうね何かマウントとかねつけ
けることができるようになっているのが特徴でございます。あとね、こっちのあのカーボンサドルで気になったのは、やっぱりこれね、滑りますね。ここがね、ここになんか滑り止めのテープとかなんか貼ったりすることができるんですかね。結構ね、あの上りはね、もうツルツルに滑ってしまうので、あのまあ富士ヒルぐらいのね距離だったら全然ね軽量化で使えると思うんですけど、これもビブの関係なのか、滑らないように加工したら結構これは使えるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、これがね1万円とかね2万円とかだったらちょっとあれなんですけどね、まあ、探せばあの2000円3000円でも十分にねありますので、気になる方はねチェックしてみてくださいませ。まあ、どっちがねいいかっていうのはね、皆さんちょっと使っていただかないと何ともわからないんですけれども、割とね軽量化でいくとこっちのサドルありのような気はします。耐久性わかりませんけれどもね、全然問題なく作られているような気がいたしますね。これでね、またあのロングでも乗って、レビューしたいと思いますけれども、最高級サドルと1700円のサドルのご紹介でございました。ということで、最後までご視聴誠にありがとうございました。以上でございます。